はい、今日はね、小林正観さんの人は人によってエネルギーを与えてもらっているというね、お話をさせていただきます。週ね、7日曜日がありますよね。日月火水木金土ね、正観さんはこのね、曜日のね、冠である、漢字をね、エネルギーの源だと思っておられたようです。日、これはね、お日さんですよね、日光ですね。で、月、これは月ですね、月からのエネルギーをもらう。火曜日は、火ですね、火からのエネルギーをもらう。水、水ですね、滝など、ね、温泉とか、水から、ね、エネルギーをもらう。木、木からね、エネルギーをもらう。植物とか、木ですね。で、金、ゴールド、お金とかからエネルギーをもらう。で、土曜日は土、荒れ地の方がね、いいみたいなんですが、そこのをね、裸足で歩くとエネルギーをもらえるようです。で、このようにね、7つの曜日からエネルギーをもらえるようなんですけれども、他にね、もう一つルートがあって、それは人なんですよね。人からエネルギーをもらえる、ね、これは感じている方多いと思うんですけども、元気な人に会うと何だかこちらも元気になりますよね。逆に、元気がなかった人にこっちが元気がある時に話しかけると笑顔になってくれたりとか、エネルギーが伝わるのが感じられる人が多いと思います。なので、元気がね、なんとなく自分自身なくなったなと思えば、今言ったね、7種類のものからもらうエネルギーをもらうという手と、あとはね、友達と会って楽しくね、会食したりとか、長年ね、頑張りを続けている人に会いに行って、エネルギーを分けてもらうとか、何かね、面白い体験をされていてすごくね、深みのある方に会いに行って元気をもらうとかっていうね、方法があります。で、会社でもね、できるだけ元気のない人がいればね、声かけをしてあげて、元気を分け与えてあげる。もしくは元気がない時はね、前向きな上司とお話しさせてもらってね、元気をもらう。そしてまた会社をね、一丸となって頑張ってもらったらいいんじゃないでしょうか。エネルギー切れた時気をつけてくださいね。たくさんエネルギー蓄えて日々ね、いい生活を送るようにしてください。どうぞよろしくお願いします。チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。